文館時代に入居していた北上中央ビル、神戸市立北上図書館は、日本の兵庫県神戸市が、神戸市立図書館の地域拠点館として、北区の北上地域に設置している、公立図書館である。北区の内北部にあたる、北上地域の拠点館として設置されている。隣接する三田市からの利用も多く、神戸市立北図書館の文館だった2004年の、施設拡張以降、 蔵書、貸し出し、利用者数とも北図書館本館を上回る実績を記録していた。2012年に神戸市立図書館に設置された沖潮文庫の収集テーマは文館時代から独自のテーマを設定し、福祉、ボランティアとされている。北上地域では自動車図書館、緑号が行きない4カ所のスポットを巡回しているが、組織上は北上図書館ではなく、 神戸市立中央図書館の下に置かれている。館内に自習室があり、近隣学校の試験前には整理券が配られる。神戸市全体の約43%を占める広大な北区において20世紀末に新興住宅地として急速に発展した区北部の北上地域をカバーするため1995年11月に神戸市立北図書館の文館として開館した。 神戸市立図書館では初めて民間の商業施設に入居する形態を採用した。2019年4月23日より隣接するエコールリラショッピングセンター南館4階に移転し、区内で2番目の拠点館となる北上図書館に昇格した。これに伴い、延べ床面積も931平方メートルから約1320平方メートルに拡大している。神戸市では、 神戸隣接市、町長懇話会での個別協定に基づき、神戸市と隣接する市長の住民に対しても神戸市立図書館の利用権を発行しているが、北区と隣接する三田市では長らく、三田市立図書館の利用権発行を、区内の道場町、長尾町の居住者に限定していた。二0 1七年、この運用を改めて総合貸出の対象を、北区全域に拡大したが、 帰宅からのインターネット予約は、三田市民を優先する観点から引き続き、利用不可としている。ありがとうございます。